行楽シーズンを迎え多くの登山者が訪れることから、笹山市で今日山岳救助訓練が行われました。この訓練は秋の行楽シーズンを迎え救助要請が増えることが予想されることから実施されました。今日の山岳救助訓練には笹山市の消防本部と警察署、それに県の消防防災航空隊など3つの関係機関からおよそ40人が参加し、登山者2人が熱中症の症状を訴え動けなくなった状況を想定して行われました。笹山市では毎年滑落事故や体調不良などで身動きが取れなくなった登山者が救助を要請しています。訓練では警察官と消防救助隊員が担架を持って山を捜索し、県の消防防災航空隊員が要救助者2人をロープを使って迅速に収容するなど、各機関が連携を取って訓練に当たっていました。昨今各地で自然災害を含めて多様な災害が頻発しています。さまざまな訓練を重ねて連携を深め、各種災害に備えていきたいと考えている次第です。市は遭難事故などの対応を強化するとともに、登山者には細心の注意を心がけるよう呼びかけています。